07-0、鎌倉時代、昭和元年のこの江戸の六原泉殿同様に、母屋が南北に区切られている。寒中期の差し図より作成。08-0、室町時代、影響4年、足利義則の室町伝電車の配置が、この江戸ののこの江戸の、及び川上三津福元図などより作成中世の神殿作りでは、末期の神殿作りを中心に、 中世の上層住宅について述べる。中世は平安時代の神殿造りから近世の書院造りへの過渡期にあたり、神殿造りの末期であると同時に書院造りの成立前史でもある。神殿造りは11世紀前には完成し、石棺世紀、陰性初期に栄えたが、平安時代末期には正式な形式は崩れ実用本位のものとなっていった。平安時代には、 神殿造りという貴族住宅の様式が想定され、近世には武家屋敷を中心とした書院造りという様式がある。しかし中世はその過渡期と位置づけられて、特別な様式名称が定義されているわけではない。かつては武家造りという様式が想定されたこともあったが、現在では鎌倉の将軍御所も法然商人江伝のまるで農家のような大領市漆、時国の館まで、 すべて神殿作りの範疇に入れられている。神殿作りは平安時代に止まるものではなく、鎌倉時代から室町時代の応人の乱に至るまで続いている。室町時代でも将軍帝、室町殿のように最上級の屋敷の母屋は神殿と呼ばれ、その中で伝統的な貴族儀式が営まれていた。しかしその実態は平安時代後期の神殿作りから大きく、 変化している。従って、中世の神殿作りは、平安時代の神殿作りが、近世の書院作りへと接近していく過程にあたり、神殿作りの末期であると同時に、近世書院作りの前史でもある。大規模神殿作りの変化の始まりは、カヤインの昇神殿で、映画物語には、長久4年12月1日の記事に、東体がないこと、 天行元年8月20日の記事に昇神殿があることが記されている。記録に残る最初の昇神殿である。この昇神殿を大田清六はこう説明する。昇神殿とは中央の神殿に順じる神殿という意味で、タイが南北東であるのに対し、昇神殿は神殿と同じく南正面で東西旨が普通だが、時にはタイと同じく南北東の場合もある。 今回のように、昇神殿としたのは、寄り道の創意によるかと思われるがこれは同時に、平安世紀も末になると、世紀神殿作り中にもポツポツ変形が現れてきたことを示す。変形のない世紀神殿作りの時代があったということは証明されていないが、昇神殿が神殿作りの変化の象徴であることでは研究者の意見は一致している。 昇神殿は別語書の形式をとる鎌倉時代の昇語書との関連性も指摘され、古代の昇神殿から中世の昇語書へと至る過程が想定されている。カヤインのような昇神殿がなぜ現れたのか、あるいは用いられたのかについては、独立した火星機構を持ち、本来屋敷も独立するのが普通である二人が同じ屋敷内に住む場合に備えてだと考えられている。 その独立性がさらに高まった段階が、核殿、核護所、正護所であろうとされる。それらは、同じ敷地内でも、門を別にし、別の屋敷として扱われる。例えば、正月の排河に訪れた苦業は、まず神殿の院に排河し、次に、同じ敷地内の入院への排河に向かうが、その時には一旦門を出て、核殿、核護所、または、正護所用の門から入るなどである。 戸バ殿の昇神殿、画像 a 霊1は、平安時代11世紀末に建設された、戸バ殿の昇神殿であり1958年に発掘調査された。三軒市面で東に、孫美ビサがあり、その北に牢が伸びて、その途中から、単牢の渡殿が東に出て、赤石混合陰道と思われる建物に繋がっている。中列から三軒市面東孫美ビサと、 普通の神殿と同じ、主や、日差しの構造である。通常、西霊の屋敷であれば、西帯があり、逆であれば、東帯があってそこが、儀式の場として使用される。ところが、この鳥場殿の小神殿はその晴れの体の反対側、奥向き、内向きの空間にあった。第二期火屋院でも同じである。それらのことから藤田勝也は、小神殿成立の契機は、 内向きの居所としての機能の充実にあったのではないか、昇神殿は私的居住空間の形成を表彰する建物ということになるのではないかと推測する。富の幸寺殿の覚悟書、画像英霊には鎌倉時代後期の里代理、富の幸寺殿の覚悟書である。文様器に仏寺道場に使用された時の指図が昭和2年3月9日。 昭和6年3月33日、永仁5年3月24目の3つあり、それらの指図から川上三次は、五所閣内の東北に位置し、西面をもって、晴れとする四後屋。二軒に五軒の母屋に、四周一軒の日差しがついた、いわゆる五軒四面屋で、西南隅に注文楼が付属した建物であったと推測する。川上三次の復元図によると、 川柱といる川柱により屋根を支える、母屋、久しの構造は従来のままである。ただ母屋の南北の仕切り方が標準的な神殿造りと若干異なり平面的な部屋割りに変化が現れている。平面図に大きな変化が現れるのは次の4つである。鎌倉将軍御所の正御所、画像 A11 は鎌倉将軍御所で唯一残る公安4年の 小五所の指図である。川柱といる川柱により、屋根の小屋組を支える構造ではなくなっている。もはや、おもや、日差しの構造ではない。鎌倉さざめ維新院、画像 A12 は、永人元年種助伝房環状記にある鎌倉さざめ、維新院の指図及び上の勝久が起こした平面図をもとに作成した。ここでも小屋組、つまり屋根の加工が、 平面から完全に分離している。おもや、久しの構造ではない。伏見戸の正午書、画像 A13 は、令和2年に、伏見戸の正午書で、黄金院53回帰帰縁遅延勘定が行われた時の指図、及び川上三つが復元した、平面図をもとに作成した。ここでも、おもや、久しの構造ではなくなっている。柱間寸法は不明だが、藤田明治は、 畳が追い回しに敷き詰められていることから、柱間寸法は7尺ぐらいではないかとする。この証拠書は、安東京期、永忍6年7月27日上の割中に、もみ堂北証五聖五書とあったものである可能性も、高い。もしそうであれば13世紀末には最上級貴族、皇族の神殿作りにも、家のエリアには後に書院作りに発展する、建築様式がすでに生まれていたことになる。 門石少年院の里坊従学院、画像 A14 は、鎌倉時代末期より、南北朝時代初期頃の状況を示す配置図から、正防舎のみ切り取ったものである。さざめい新員同様に、母や久しの構造から完全に脱却している。正防所正神殿で、建築構造の変化が始まる鎌倉時代、後半以降も、神殿では過労死て、主や 日差しの構造を一部に維持してはいる。ただしそれは、神殿の晴れ面、南半分においてであり、神殿の北側にははっきりとした変化が見られるようになる。イカオレンジと黄色が主や日差し構造を残している部分である。時は井戸の神殿画像 A21 は、高校後期五三月第四延長四年二月十三日上にある、差し図から起こした。 時は井殿の平面図である。西恩寺高校はこの時姫宮を出産した抗議門院の父で、左大臣としてこの院合所に自家を持ち、三女等の失礼を指揮している。従って、この指図の信頼性は高い。見まし面北まご差し付けと摩面記法で表現できるのだが、神殿の北側は変化を始めている。細かく仕切られていることもその一つだが、 本来は、北日差しと、投げし一段下がった北間子差しであるはずの部分が、連続して使われている。つまり、北日差しと北間子差しが一体化し、同一床面とした上で、用途ごとに間仕切りされている。室町殿、神殿、画像、A22 は、足利義則の神殿で、室町殿後天大凶差し図から起こした、画像080の一部分である。 この屋敷は影響4年に1万巻の予算で建設された当時最上級の屋敷である。昭和元年10月27日のこの江戸の大凶差し図と非常に高い類似性を持つと言われるが、それは正門から神殿までの配置についてであり、神殿だけを見ると全く違う。室町殿の神殿はもはや摩面気法では表現できない。母屋の北は張間が3軒もある。 その張間三軒には内側に柱のない部分の方が多い。奈良時代以来の主や久しの構造、川柱といる川柱により、屋根の小屋組を支える構造ではなくなっている。桁行き市町、両行六軒というとかなり大きな神殿に見えるが、実は柱間寸法は7から7.5尺と狭い。九軒つまり三軒三軒の部屋とは相当立派な。 太い梁を使っているように見えるが、柱間7.5尺の3軒は柱間11尺の2軒と、ほとんど同じである。つまり正午所は新技法で建てるが、神殿は、旧来技法というのではなしに、屋根の小屋組を支える、加工自体は神殿においても新技法が採用されており、南半分でのおも屋と、久しは単に儀式空間としてレイアウトされているだけで、屋根を支える構造とは、 何の関係もない。大江戸代理の清涼殿、画像 A23 は、大江戸土見門東道院代理の清涼殿である。同じような傾向はこの前の剣武道神殿、この後の高昇土代理の清涼殿にも見られる。清涼殿は、東が晴れだが、その当面だけに母や、差しのレイアウトを残す。この大江戸代理の清涼殿は七間四方の正方形であり、 そのうち東表の主や、日差しのレイアウトは3件と半分以下である。西側島は主や、日差しとは全く関係なしにレイアウトされている。門関少年院の里坊、従学院、画像 A24 は、鎌倉時代末から南北長期の従学院全体図である。北側の雑舎まで含めて描かれた唯一の配置図でもある。少年院は、ほとんどが、 高神牢、稀に石家の指定や室町将軍、足利義満の子が門主を務め、天台雑となる門関だが、中門楼に、九行座、二刀楼と、後期神殿作りの上層の要件は残しつつも、主や、久しの構造は正午所では、完全に消え、神殿では、片鱗は止めているもののあまり明確ではない。柱間寸法は広いものと狭いものの二種類あり、作図上に対一にしたが、 藤田明治は七尺を基本として広いのは十尺ではないかとする。なお、そうな屋敷を神殿くりの中で扱うのは、この当時の門跡は天皇や石棺家の指定、隠下も苦行の指定であり、貴族社会の一員であるからである。現に、解任も悪たには大臣の屋敷、苦行の屋敷について、 例えば、四足門を建てられるかどうかなど屋敷の格式の決まりが記されているが、方針農家の門跡は、大臣帝と同じ格で、陰下は、苦行の屋敷の格式と同じとある。貞房親新が、まだ少年だったこの御花園の天皇に読ませるために、書いた陳陽記にはこうある。次の年6月に、伏見へ、官魚なる。今は、元の御所もなし、御座あるべきところなくて、 古参味局、杉殿と猿里にて、法岩院と、猿尾国書になされたるところを、末御書になさる、教唱不思議なる草案の仮初めながら、今に御書にであるなり。A30、伏見殿。王二24年画像 A30 は、王二24年段階の伏見伝、神殿であるが、足利義則を迎えるまでは、神殿を名乗ることをはばかっている。 この伏見宮貞房親王の住まいは、元は、親族の女性の隠居所であった。先に、平面の変化で、伏見殿の正午所の平面図を挙げたが、その頃の隠居所はすでに消失している。関門日記、大二23年11月14日、上、18日上の仏寺の出来では、二家館とか、島、二県という言い方を用いている。島とは二県二県。 二件とは二件一件で、グリッと一つを、まと呼んでいる。それを、壺と呼ぶこともあるので、一般用語ではないがとりあえず、まつぼ表記としておく。しかし、おもや、ひさしの構造を用法として、かろうじて止め、仏寺道場とする場合は、客殿と、常御所の間の障子を撤去し、発見としている。注文を二件二件としているところ、から、 柱間寸法は7から7.5尺程度、あるいは、貞ダフサ自身が、強調不思議なる草案と書いており、それ以下であった可能性もある。室町時代の神殿作りは、将軍帝以外には見るべきものがない。これまでに見てきた室町時代の神殿は、大理とか、室町将軍など、当時の最上級であって、本来上級神殿作りの担い手であったはずの、 摂棺家などの上級貴族の屋敷は、応人の乱を待つまでもなく、以下のような状態であった。神殿作りは事実上文明8年11月の室町殿の消失によって終焉を迎えたと言える。応人の乱収束の前年である。その応人の乱で京は、ほぼ怪人溶かした。南北朝以降も、わずかには残っていたかもしれない苦業の神殿作りも、ほとんど消失する。 10年以上の刑の戦乱で焼け出され、あるいは疎開した苦行たちの住まいを、川上三つがまとめているがそこではこんなありさまである。乱の後、すぐさま屋敷を再建できた例外は、足利義政の性質、日野富子の甥、い、日野正助邸ぐらいである。そんなカりア住まいで、夕食古実な年中行事ができるわけもなく、以前のような屋敷を再建する財力もない。 かつ十年前後仮住まいを続けた結果、住まいの夕食古日は日常のものではなくなっている。小屋和弘とか仮屋台から脱出し、ようやく屋敷を再建できたとしても常御所をとのした例がほとんどで、常御所や会所は先に見てきた、正御所軍と同じく、主や、久しの構造ではない。A40、文明17年南都府土院。内閣文構造より作成。 応仁の乱の後、神殿に代わるものとしていわゆる殿もが登場する。画像 A40 は、その代表例で、文明17年に、仏地院に増流された殿もである。仏地院は、なんと、幸福寺の因爾である。西の侍楼、南に突き出る、注文楼を除いた殿もは、け行き9軒、張間6軒である。ただし柱間一条ではなく六尺六寸、つまり約メートルで、 柱は一条ベースの二、三、かつての三軒四面西しまごびざ付けとほぼ同じ広さである。もはや、おもや、ひさしの構造は完全に失われ、建物は、摩面気泡では表せなくなっている。そして神殿とは呼ばれずに、殿もと呼ばれている。これを、先出の吉典の室町殿神殿と比較すると、神殿から正門にかけての構成を、中門から北に限れば、神殿。 九行座、注文楼、天井であったものが、主殿、注文楼、侍城に変わっている。主殿は神殿、侍楼は天井に対応するので九行座が、なくなっているように見えるが、実は、九行座は、画像 A40 では、殿物左端、黄色の六軒がそれに当たる。つまり縮小されて、主殿内に取り込まれているだけで、神殿、九行座、注文楼。 天井という関係、用途は維持されている。主殿に目を転じると、屋内を南と北に大きく2分する、波戸が設けられ、そして、波戸以北が、塗り石を、はじめ書室に細分されている様子が、室町電神殿と共通する。両殿との相違は、波戸以南の主や、久しの別の解消が一番大きい。 波戸の南の古代的形式が薄れたところに、波戸の北において発展してきた建築様式や建具が全面的に進出した。フツチーでは、柱は全て五寸角の角柱、内外の仕切り建具、畳の敷詰め、そして間取りの書店において、後の書院作りの形式に接近している。川上三つ具は広角。フツチー院主殿平面から伺えることは、 これもまた前出の諸神殿に成立する類型に、属して、乱語における諸情勢の変化を反映したところの形式の発展変形を示すものであり、そして、近世諸印蔵主殿成立への方向を施行するものと言える。つまり、仏印主殿平面は、応仁乱語に突然出現したものでなくて、平安時代に遡る神殿平面が、鎌倉時代、 南北朝時代そして室町時代初期の長い年月をかけて継続的に徐々に発展しながら成立を見たものであった。この仏陳平面に見られる様式が平安時代以来の神殿造りと後の書院造りのちょうど接点になっている。つまりは書院造りは神殿造りから生まれたというのが川上光の日本中世住宅の研究の論旨であり、そしてその説は ほとんどの建築士研究者に指示され、すでに定説となっている。建築技術では、鎌倉時代に二つの大きな変化がある。一つは大仏様として、中国からもたらされた寒の技法であり、これで建物の構造が大幅に強化される。もう一つは小屋組、つまり屋根の骨組、組み立て方の進化である。それによって徐々におも屋と日差し、あるいは、 建物を側柱といる側柱で支える構造からの脱却が始まる。それには天井の発達もある。野屋根とひじき230屋根を支える構造最初の大きな変化は神殿作りの屋根を支える構造にある化粧屋根と野屋根の分離である。下から見えるたるきなどは化粧たるきであって、小いのじいたが貼られるが、その上にひわだなどが吹かれるのではなく、 さらに、のたるきがあってそれが、外から見える屋根を支え、その上に張られる小まのじいたの上に、ひわだや瓦が吹かれる。画像230のように下から見える、おもやの梁や、ひさしのつなぎ梁、たるき、小まや、のじいたは、きれいに割れる、自家材からバランスよくきれいに削り出し、表面の仕上げもしなければならないが、当時の工具では大変な労力である。つまりコストがかかる。 ところが、屋根は雨によって、早く傷み、繰り返し修理される部分である。その点でもの屋根で化粧屋根を保護することは、トータルコストのセーブにもつながる。人目に触れないのたるきなどは、均等な角材である必要はあるが、少なくとも、金までで、やガンなどでの仕上げはしないでもよい。そうした変化は10世紀末の放流時代行動の頃から始まっていた。 その野屋根と化粧屋根の間、野たるきと化粧たるきの間には、外から、あるいは、下からは見えない屋根裏空間ができる。鎌倉時代初期にはその、屋根裏空間を利用した木付きが発明される。簡単に言うと、見えない屋根裏空間にほとんど丸太のような太い木を入れ、側柱の上を支点として内側、重屋側に、野屋根の荷重をかけ、てこの原理で、外側、 つまりの木先を跳ね上げる。具体的には下に柱のないの木先が垂れ下がるのを防ぐ。化粧屋根裏の見えない部分に使う材なら、多少を曲がっていてもよく、ほとんど皮を剥くだけで大した成形もしないで済む。ただしこの段階では、主や、ひさしの構造には変化はない。釣り天井と、の量が10、なら、願号自称死亡の天井吹き抜け部分。 次の段階は釣り天井である。釣り天井で量が隠れるようになると、ちょうど木付きのように荒々しい未成形の太く長い針を構造材として使えるようになる。もちろん長さも太さも木付きよりも長く太い。そして木付き同様に多少を曲がっていても武骨でも構わない。これがの針でそのの針を連続させて屋根を支える新しい構造が採用できるようになる。 これによって、屋根と平面の関係が分離し、母や、ひさしの構造にとらわれないより、自由な間取りが可能になる。天井板を剥がしたら、あるいは屋根ののじ板を剥がしたら、交流時代行動の交流などとは全く違う、画像が10の番号自称死亡の天井吹き抜け部分の、ような、ほとんど丸太の、曲がった針やき付きや、の量が姿を表す。この建築技法は、 石田淳一郎によると、密教の伝来に始まる寺院での宗教儀式の変化から、おもや、久しの構造では対応できない仏像の内陣に対する層の儀式空間、雷道、あるいは外人の拡大のための工夫だという。寺院建築から始まった、この広報は、次第に上層住宅建築にまで広がっていく。上層住宅建築、つまり、神殿造りでは、おや、 日差しの構造の中で培われた上流貴族階級の夕食古実が神殿の南側の儀式空間、ハレ面を拘束してはいたが、儀式に関係のない神殿の北側では旧来広報の範囲内ながら平安時代から徐々に変化が始まっていた。そして鎌倉時代には神殿とは別当の小御所などに、主や日差しの構造に拘束されない平面が採用され始める。 川上三はこう書く。鎌倉時代後半期における上層区下住宅は平安時代のそれに比較して衰退したものと考えることは、悲壮な見方であって、神殿自体の空間文化の進展、そして小御所の成立などを通じて、古さからの脱皮が進行しつつあるものとして捉えなければならない。AA 例、春日ガ元,元気絵にある建築現場 AA4 時15分世紀の 32番職人歌合わせに描かれた小賀建築物の様相には工具の制約も大きい。法流寺の時代から少なくとも室町時代初期までの工具はそれほど大きくは変わっていない。画像 AAL はカスが根源形にある建築現場である。太い木材を縦に切るのこぎりはまだない。柱や板は画像 AAL の右側のように割って作る。代わり製材という。 それを画像 AA 例左下のように金で削る。平カンナもない。仕上げは画像 AA2 のような槍がンなで削る。ノコギりはこの刃型の小さいものしかなく、画像 AA 例の上の方では船ひじきの加工に用いている。製材に使えるようなものではない。神殿作りはそうした制約の下で建てられてきた。書院作りの時代までにその工具が大きく変わっている。 製材に使用するオガは、文案元年成立の科学集に出てくるので、15世紀初頭には出現していたと思われる。画像 AA4 は、同じく15世紀の32番職人歌合わせに描かれたオガである、に人がかりで弾いている。この登場により、代わり製材が引き割り製材に変わり、薄い板や細い角材が容易に作れるようになる。 また、ヒノキやスギなど、素直に割りやすい木だけでなく、松やケヤキなども製材できるようになった。15世紀とはちょうど丸柱が、角柱に変わり出す頃である。先に、応仁の乱の後に建てられた、文明17年の南都府土印は、柱がすべて五寸角の角柱とあったが、その前にすでに小川登場している。カンナというと長方形の木に葉が差し込んである。 平らかんなが今のイメージだが、それが確認されるのは、小賀よりはだいぶ後で、五福島神社の胸札が、槍かんなから平らかんな仕上げに変わったのは、天正五年である。そして、慶長玄奈頃の京楽風俗図屏風には、縦具職人が障子を作る姿が描かれており、その道具に平らかんなが描かれている。 神殿作りの変化を規模別に図示し、それに広報と工具の変化を合わせると、およそ画像 A50 のようになる。黄色い部分が神殿作りの範囲、グリーンが書院作り、薄いグリーンがその過渡期である。赤い線は様式の影響を示す。青い破線は技術、工具等の変化である。この図では、超大規模型木邸宅、大規模邸宅、中規模邸宅、 小規模邸宅と分けたが、ここでの規模別は、邸宅での話であり、町屋や,や農家など、庶民の住宅は含まない。A50、神殿作りから書院作りへ、石管家が富を独占し得た、石管時代から陰世紀に入って、富の源泉である、熟国の受領人面権が、石管から陰に移り、里代理の提供も石管家に変わって、 陰近親の受領層が提供する比率が増えている。そして方言の乱から、平家の台頭、そして鎌倉時代となり、石棺川後設計へと分裂する。その後、上級の乱により、区下社会全体の財力がある、程度低下したし、鎌倉時代後半からの地頭受けや、下地中分などにより、荘園からの収入は減少しつつあったが、それでも鎌倉時代のうちは、まだ、 それなりに確保できていた。しかし、南北朝時代の動乱が朝廷を含む区下の、凋落を一気に加速する。例えば武家領の拡大があり、残った荘園についても犯税令や、守護受け、さらに直接的な横領などによって、区下社会や大臣院など荘園領主の収入は激減。さらにその後も先細りしてゆく。室町時代には、足利義満から義則の頃は、 将軍はまだ力を持っていたが、吉政の頃には守護大名の統制が効かなくなる。造営費などは守護大名に割り当てていたのでこれは将軍財力の低下でもある。そして応仁の乱から戦国時代を経て豊臣秀吉による全国統一となる。石棺時代、藤原道長、藤原頼光の頃には超大規模仇邸宅をいくつも新築していた。石棺家も 陰性期の藤原諸種の頃には、比較的小規模な神殿づくりに住んでいたし、さらに、平家時代に、関白、藤原元房が実際に住んでいたのは1、4丁程度の小規模な神殿づくりである。しかしこれは、神殿づくりの変化というより、陰性期以降の石棺化の地盤沈下とご設計の分裂の過程である。大規模な神殿づくりが少なくなったとは言えても、 神殿作りが小型化したとは言えない。隠語書や里代理、そして大倉から移転後の鎌倉将軍御所も一丁規模で、あるし、長罰館の交渉役である関東毛質疑を務め朝廷の実験を掌握した西園寺工業は北山に広大な屋敷を持っていた。また、小型の神殿作りはそれより前からある。例えば、年中行事絵巻にある、口かけた、 中流貴族の屋敷は大きくても見増し面で、注文牢もない。さらに古くは、山城国山田豪町会にある上元三年、旗正彦子の屋敷は、見増し面神殿に従在間ごびさし、北南、七間三面土屋一境である。規模ごとに神殿造りの変化の様子が異なる。例えば、超大規模邸宅は、例えば、藤原の道長の土三角殿、 藤原寄道の火屋院など二丁以上の最上級神殿作りは平安時代末には上住の屋敷としては消滅している。東三条殿が有名なのは石管火最盛期の屋敷の中で唯一焼け残り儀式専用の屋敷として利用され、その記録が貴族の日記に多数残されたからである。つまり石管家には他に大表などか開催できる屋敷がなかった。 その東三条殿の消失により、石関家の超大規模邸宅が消滅した。鎌倉時代には、隠語種や西恩寺家、石関家などは一丁規模、郊外ならそれ以上の邸宅を構えていた。しかし、南北朝時代の初期、兼務三年の陛下で、皇室や宮廷貴族の所定の多くが消失している。南北朝時代の後期には大規模邸宅はもちろん、会員館、注文、 車や道具備した程度の邸宅も姿を消し、心臓も皆無に近い状態にあった。蝶のつかない方一長級の大規模邸宅は、足利将軍の室町殿など応人の乱まではあるが、決してその時代の一般的傾向を反映するものではなくて、足利将軍邸という極めて得意な存在である。そうした大規模邸宅では、形ばかりでも、主や、 久しのある神殿とともに、注文牢や苦行座が神殿に吸収されずに別当として独立して最後まで残った。しかし、屋敷全体が旧来の神殿づくりであったわけではない。例えば、足利義則の将軍邸室町殿は以下の三つのエリアからなる。室町将軍は武家社会で聖遺体将軍であると同時に、苦家社会では 右この絵大将であったり大臣であったりもする。画像08 0は、国立国会図書館像、室町殿五金大凶差図から作成したものだが、そこに、大凶差図とあるのは、足利義則が内大臣になった時の、任大臣大凶である。つまりここに現れる、晴れ向き建物群軍はそうした、区下、大臣家としての格式を整えるためのものである。しかしその範囲でも、 神殿の北側は、区下社会の夕食古日には従っていない。奥向きや北向きグループのうち、雑舎や道を除いた主要な建物、小御所、常御所、そして、そこから分かれた会所は、小御所の平面の変化で見たようにすでに、母や、日差しの構造から完全に離脱している。そうした、将軍邸の一部が、神殿作りというのも、応仁の乱までである。 応仁の乱の最中、文明8年に室町殿は消失する。応仁の乱以降の足利義政の東山殿では、常御所や複数の会所の建設が優先されて、常御所が殿元と呼ばれ、神殿の建設は義政が東山殿に移った7年後に開始はしたが、断念された。以降室町将軍邸に神殿は作られていない。A62、柳原殿。 の指図、及び、藤田明治復元図を参考に作成。中規模邸宅は1、2丁や1、4丁程度の平安時代末の石棺家の神殿づくりレベル。例えば、松戸の、関白、藤原元夫邸などが属する。時代が下ると、室町時代の伏見殿なども、主や、久しの神殿づくり様式を若干は残しながら、だいぶ様子が違ってきている。 柳原元明の柳原殿はその子、柳原忠光の代に臨時の隠語書とされた。画像 A62 は王安4年の佐志図であるが、その神殿には、九行座と、中門廊車宿という伝統的な出入り口の諸施設が見られる。ものの、神殿はもはや、主や、久しの構造ではない。柱間も畳の敷き方から七尺程度と思われる。二大座に、 両行二軒を使っている。中規模邸宅は、室町時代においても100%神殿作りだったという意味ではなく、隠語書とか、室町将軍以外の中規模邸宅にも、神殿作りは一部に残っていたのかもしれないという程度である。しかし細々と残っていたとしても、応仁の乱で確実に終わる。A60 年中行事へ巻き、安楽花、小規模邸宅はそれ以下である。 画像 A60 は、年中行事絵巻別本館3、安楽花にある、中流貴族の屋敷である。注文どうすらないので、小規模邸宅の部類に入る。一辺商人エデンの児童、大井太郎の屋敷、法年商人エデンの漆、時国の館も、藤原邸家の一条京極邸もここでは、小規模邸宅に分類する。藤田明治の湯、中層住宅、川上三つぐの湯、 略式神殿のレベルである。この、年中行事絵巻の下級貴族の屋敷や、藤原定家の一条京国邸クラスの小規模邸宅は、南北朝の戦乱以前に神殿作りを離れて、主殿作りになっているだろうと推定される。建築技術的にはすでに、川柱といる川柱により屋根を支える、主や、日差しの構造の必然性はなく、主や、日差しへの関わり、 格式や夕食古実への関わりは、大臣家ほどではない。A25、実情院を岡崎望神殿差し図。文様記巻、第123、環状3、元王元年12月、及び藤田明治復元図を参考に作成。神殿作りの後、書院作りが確立するまでの時期を、主殿作りとするが、それは、神殿作りとか、 書院作りに対比できるような建築様式という意味ではなく、まだ書院作りとは言えないという程度の過時の意味である。あえてそれを分けることで、どの部分から変化が始まっていったかを見ることができる。例えば、室町将軍邸には、神殿作りの部分を最後まで残すが、その室町殿の中でも、正午所などは、早い時期から、主や、久しの構造ではなく、会所は、その出現時点で、 すでに神殿づくり系ではない。藤田明治は、上層住宅においては、神殿以外の小御所、常御所、そして会所が、主殿成立の母体であり、さらに言うなら、中層住宅の性質が、上層住宅に普及してゆくという現象が14世紀頃に、あるという。主殿の成立は、上層住宅に起こった現象ではなく、中層住宅が小規模であったことから生じた。 機能の集約化が一つの原因であり、身分の違いに基づく建築の規模や生活形態の違いにあったのではないか。つまり殿を生む変化の要因は、陰や時期の経済的没落による神殿づくりの変質ではないのではないかという。建築技術の進歩により、母や日差しの構造から解放され、生活形態に合わせた間取りが可能になり、実際に生活する場。 常御書とか小御書、会書はそうして作られ、上級の屋敷では、神殿だけが南半分に、釘儀式用の、主や、日差しの構造が、形だけ残されていた。しかし、釘儀式に奉仕することはあっても、自らがその主役となることのない、中華旧貴族階層の邸宅、仮想邸宅では、早くから、中門楼や、大人邸では、苦行座と呼んだ。 客座をとのもに取り込んでいる。例えば、鎌倉時代前期の藤原定下の京極邸である。画像 A25 は、当院家の指定が代々院住となった、鎌倉時代後期の院下、実情院を岡崎希望である。ここでも二刀牢、月渡の小御所が備わらず、神殿に注文牢が伸びている。ここではこの母屋を神殿と呼んでおり、 川柱といる川柱により屋根を支える構造は維持されているが、間仕切り、部屋割りを見ると、主や、日差しの構造とは言いにくい、略式神殿である。応人の乱で儀式用の建物、つまり、神殿が消失し、再建する余裕も意味もなくなるが、しかし、藤田明治はその神殿、神殿作りの消滅より前に、書院作りの前身であるとのも作りはほぼ、 完成していたのではないかという。藤田明治は、殿も作りの特徴に、主や、日差しの構造の消滅、柱間と畳の寸法が整合する、主室が、接客室である、続き合いが使用されている、注文と苦行間の形式が、殿もと同じ、広縁が存在、の6点を挙げている。は、柱間寸法が7尺前後ということである。は、注文、苦行間は、 殿物建物の一部というのが一般的傾向である。A70、江戸時代初期の木割り書き、照明掲載の殿物図、左が南になる。書院作りという言葉は、神殿作りと同じく、江戸時代末期、天保13年受学者、沢田辺りの家屋雑行によるものである。書院作りの完成を、先の図では、樹落台と置くが、それは、 画像 R71 のように具体的な平面図が残っていることと座敷色を一箇所に集めたこと、そして何よりも後世への影響の大きさである。画像 R70 は江戸時代初期の木割り書き、照明の図であるが、その時代には書院作りという言葉はなく、広間あるいは主言と呼んでいる。書院作りがどこから始まるかについては人により見解が異なる。例えば、 川上三は、書院作りは、近世初頭の武家大名の館に、大規模なものが作られ、典型の成立を見ると書く。一方で、平井清は、恩城寺の工場院客伝や、照明掲載の殿物図のつのように注文を備えるものは、江戸初期においても、主伝作りと呼び、書院という名称が広まる明暦の大会校を、書院作りと呼ぶ。その時代での呼ばれ方という点では、 平井清の方が正確だが、ここでは、一般的な川上三堀口捨て器や大田広太郎の説に沿って区切る。書院作りの定義について、堀口捨て器は、母やと久しとの区分という神殿作りの条件が、なくなることに加えて、次の四点を挙げる。間取りが、細かになり、建物の村尻、組み立てが複雑になったこと部屋の床仕上げが、畳敷き詰めとなったこと建具が、 死と緑から次第に槍道にせんっていったことゆか、棚、書院が座敷飾りの場として新しく加えられたこと藤田明治は平面の構成の変化をさらに詳しく分析し、2列の台座でなく追い回し式という新たな着座形式と続き合いという空間構成が書院作りの前提として成立し、その続き合いの上に座敷飾りを備えた主室と、 下に注文特業座からなる出入り口を廃した段階で最初の書院作り建築が完成したとしても良いのではないかという。一点目の細かい間取りはすでに鎌倉時代末から始まっており、これまでに見てきた範囲では、高校後期、五三口、第四延教四年二月二十三日上にある、時わい殿の平面図などにもその傾向が見られるし、鎌倉将軍御所の将御所など、 主や久しの構造ではない。A80、法年承人エデンにある畳を追い回し、平安時代の畳の敷き方は単独か二行大座が基本であったが、鎌倉時代の絵巻の中に畳が追い回しに敷きが現れる。画像 A80 が法年承人エデンにある例である。部屋の中央だけ畳が敷かれていない。猛古襲来絵言葉で、竹崎末永が、 温床奉行の足立安森との面会シーンもよく知られる。共に描かれたのは鎌倉時代である。令和2年に、伏見戸の正御所で、公金院、53回帰結帰遅延勘定が行われた時の指図にも見られる。室町時代でも本当に敷き詰めになるのは小さい部屋で、あって、主室のような大きな部屋は、畳が追い回しに敷き詰められる。 応仁の乱以前に遡る現存する最古の北条建築、東福寺塔中、龍技岩の北条は、両脇の12条の間は、畳が敷き詰められているが、中央の24条相当の、室中と呼ばれる主室は、現在も追い回し式になっている。しかし二条条、二の丸五天の大広間は畳敷き詰めである。その過程で重要な点は、藤田明治がその畳の並べ方で、 柱間寸法を類推するように、神殿作りで柱間寸法の基本とした八尺から十尺から七尺程度へと変化していることである。応仁の乱以降はさらに6.5尺が標準となる。これは現在の京馬と同じサイズである。川本茂雄は柱間の縮小という現象は単に柱機器の問題だけではなく、内包投げしの高さや天井の高さなど、 建築の規格全体の変更に関わる問題であり、儀式用の建築規格から居住用の建築規格に変わっていく営みがそこには現れているとしてこう言う。この建築規格の変化に代表される、儀式用建築を居住用建築へ変えていく工夫の積み重ねが、実は、神殿作りから書院作りへの変化の革新だったのではないかと著者は考えている。 河本茂雄は鳥居障子について儀式のために作られた神殿に日常的な生活空間にふさわしいヒューマンスケールの建具を収めるための工夫と述べていたが、やっと建物自体ヒューマンスケールになったということになる。関の活が神殿作りについて日常生活とは全く関係ない方面から何等かの方法で重建築が与えられると起こる。 重建築の一部に生活圏が営まれる場合であり、全く機械的な造形物の中に流体のごとき生活が流れていたと述べたがそれが少し解消されたということにもなる。3点目の建具の変化は、堀口素敵は鎌倉南北朝時代から少しずつ始まり、室町時代中期の東山殿に至って完成したとする。この堀口論文各省の発表は、 昭和17から18年頃であり、その後の研究の進展に伴い修正されるべき点も若干ある。例えば、家の面では平安時代末から鳥居障子や槍戸、マイラドが使われている。いずれにせよ、変化は神殿作り上層の晴れ面ではなく、上層邸宅で分け、あるいは、奥、階層で見るなら仮層、小規模邸宅、藤田明治の湯、 中層住宅から始まっている。四点目の床、棚、書院の発生と、その発展、変化は、室町時代中期に第一次の完成が見られる。その例として、足利義政の東山殿が挙げられるが、しかし足利義政の東山殿の座敷色と、二条城に代表される書院作りの座敷色とは大きく異なる。画像 A91 は、家屋雑行にある、 デフ机の絵である。不院に書院の名がついたのは後からで鎌倉時代にはデフ机と呼ばれていた。書院とはもともとはそうの今書斎の意味で貴族社会でいう学問書と同じである。本来の機能は書を読むための机を明かりを取り入れやすいように名称字とともに外に突き出したものだが、 足利義政の東山殿の頃には、そこに置く書物までが、飾りとなる。訓大関西有長期に、書院職次第という項があるが、そこに書かれているのは、書院作りの座敷飾りではなく、画像 A92 のように、不書院に、どのような動物を、どのように飾るかである。不書院は、読み書きの場ではなく、読み書きに関わる、動物宝物の陳列棚に使われている。 床の間という呼び方は、後世のものだが、画像 A93 のように、東山伝当時には、動物の貝が、掛け軸が三幅も四幅も並べかけて鑑賞する、壁面だった。そしてその前には三具足を置くための押し板が置かれる。あくまでも、動物の名物を飾る、陳列し、鑑賞することが主眼である。東山伝の会所の、石山の間には、押し板、床、棚。 書院が揃うが、二条城のような並び方ではない。何よりも、石山の間は、建物北東の南土の隣のこの建物での主人の主的な空間。常は、室町殿神殿なら、東北奥し所に相当する今で、主座敷ではない。主座敷である、佐賀の間には北側に、押し板があるだけである。座敷飾りの重点が、主座敷よりも次の間に置かれるのが中世での、 特徴である。金星の書院作りでは、これが逆転し、一の間に全てが集められる。そして、座敷飾りという言葉の指すものが変わる。中世の座敷飾りは、座敷に動物名物を飾ることだったが、二条城に代表される金星の書院作りでは床、棚、副書院、頂戴構えが座敷飾りであり、支配者と被支配者の対面の場において、 支配者の威厳意向を高めるための舞台装置である。今日我々が見るような床、棚、不書院頂戴構えがセットになって、座敷職となるのは桃山時代に入ってからである。冗談は座敷職とは言えないが、座敷職とともに書院作りの重要な特徴である。それについては、大田博太郎の冗談の発生という論文があり、そこでは、神殿作りの時代には、 畳の縁で身分を表していたが、畳敷き詰めで、それができなく、あるいは目立たなくなったことから、床の高さを高くする必要が生じたのではないかとする。A61、年中行事へ巻巻後、内縁での内大人一格行の天皇への拝礼の図。神殿作りと書院作りで大きく異なる点に、神獣の表現の違いがある。神殿作りの最盛期。 平安時代での真珠の表現は庭からの拝礼である。画像 A61 は年中行事絵巻にある内縁の図である。天皇が主催する代理での内縁は方元三年とその翌年に123年ぶりに再開された。皇家次第に記されている死神殿で行われた元日節へでは死神殿の天皇と皇太子に対して南庭左右に神皇、大臣、 第7以下5位以上の王や神まで10列以上、並んで拝礼し、その後共演が始まる。それがどれだけ重視されたかというと、漢字5年1月1日の設置へに関する記録には、大雨のために当時里大理であった、堀川殿の東大大西日差しの床を、放出ため地つまり床板を取り払って、地となし、庭の代わりに、そこから栽配したとあるぐらいである。 摂棺家で行われる正月拝礼や大表や臨時客での拝礼では、屋敷の主は天皇ではないので、神殿の床の上で庭からの拝礼を受けるわけではなく、庭に降りて、孫者以下招待客の拝礼を受けるという違いはあるが、これも代理での儀式を習ってのことである。十一世紀の策定期に、南定奥寺は、会員の外の柱より、池のなぎさに至るまで十七条。 若大理儀式ならば、八十九条にも及ぶべし、礼拝事要にあるべきゆえなり、とあるのはここでいう、拝礼のためである。大臣大教の拝礼よりも里大理での天皇への、拝礼の方が列数が多いので六メートルは余計に取るべきだとしている。大理の主神殿の前提同様、神殿の南帝は、課長風月をめでるためのものではなくその拝礼の、バーであった。 鎌倉将軍御所でも、神殿の中にいるのは、新納将軍や、それに従い形から下ってきた月経運閣。つまり、新納将軍の身近に使える関東思皇帝神のみであり、例えば新造御所への渡ましなどの儀式の際には、執権以下の御家人は庭に列座する。A16、東山殿の会所復元図。新旧、川上三津をベースに作成。 室町時代の特色の一つは、室町将軍は、区家社会においてもトップクラスの地位を占め、それゆえに、区家儀式の場として神殿作りを維持しなければ、ならなかったことと、もう一つは、武家社会での室町将軍と守護大名たちの出身の近似である。室町将軍と守護大名たちは、元は同じ鎌倉の御家人で、その多くは一族同門である。 天皇体進化のあるいは鎌倉時代の新皇将軍体御家人といった絶対的身分の差に基づく真珠の表現には馴染まず会所での石鹸が重視される。さらに社会全体にかなり下のレベルの尊楽共同体にまで寄り合いという必ずしも上下関係には基づかない社交、コミュニケーションが進んでいた。小泉和子はその著書の不死に よりあいの時代というタイトルまでつける。室町時代の将軍邸では、会所、客殿が独立した建物になり、同時に、草画や動物といった磁器などを飾るための棚や、押し板が据え付けられるようにもなる。しかし足利義政の同胞集の一人、草阿宮の訓大館左右長期などによると、それは、後の書院作りのイメージとは大きく異なり、草画を三服も四のも並べて書けるし、 動物も、まるで美術館の展示のようにところしと並べる、イメージである。画像 A16 が、東山殿の会所の復元図である。その会所は歌会など、サロン的な社交の場でもあったか、対面の場として使う場合の方が多い。しかしそれは初代名を一堂に介しての石鹸ではなく、数人単位、あるいは一人ずつの石鹸であって、それほど大きな施設は必要とはしない。 そして石棺下においても、鎌倉時代までは、多少行われていた。年頭拝礼は、室町時代にはもう行われなくなっていた。A71、室町時代末以来の交渉、岸上家に伝わる、慶子と武器落図。上が南になる。注文の下、と、九行館から右に二つ目が九軒で、東山田会所中央の一番広い部屋と、同じ広さである。足利将軍は、 鎌倉時代から御家人の中でも最初から価格が高かったが、戦国大名の家来で、後に天下統一を果たした秀吉は違う。もともとは守護大名の悲観、織田家のそのまた悲観に過ぎない。それゆえ石鹸の場で核の違いを想像し、上下関係をはっきりと意識させる必要があった。そこで大規模な対面儀礼が広間、大広間と呼ばれる建物で行われるようになる。 さきの、証明にもこう記されている。天正の、これ、関白秀吉公助略の白う立九不時、殿も大きに甲腐作りたるを、広間と族の運ならしたるを、しか今広間と運理。当時それは、広間と呼ばれていたが今では、書院と呼ぶ。それまでは、セットにはなってはいなかった床、棚、不書院、とばり台構えを一箇所に集め、金癖の多彩な障壁が、それまでは、 仏道にしか使い張れなかった折り上げ天井など、あらゆる面で豪華絢爛に装飾し、毛利などの戦国大名に、財力の違い、格の違いを見せつけ、武力だけでなく、心理的にも屈服させ、対面という服従儀礼を通して、主従関係を築き上げるための装置である。天使格が、織田信長の安土城に発して瞬く間に、全国の大名の力の象徴となっていったように、 人目を引く、呪落代々広間の様式は、新しい、核として、大名の館広間のモデルとなり、これ以降全国に広まる。武器社会だけでなく、寺院や区下社会にも広まる。そして徐々に、会の武家屋敷にまで広がっていった。その一方で、かつては、会所で行われていた、少人数でのコミュニケーション、より合いは茶室へと移り、そこからき屋作りが始まる。なお、 後の書院作りでは、一般的となった雨戸も、樹落大の頃からである。大田博太郎は、照明にある書院作りの配置図を分析思考を書く。まず目につくのは、接客用の空間が、全体の約3分の1を占め、東西のいい地域を占領していることである。神殿作りでは、こういった接客専用の空間というものは存在しない。行事の時は、 神殿の母屋や南美佐氏が使いに客を迎えるが、そこは主人の日常の居間であった。接客用の空間として独立し、照明掲載の殿物図,図に極めて類似した建物が、御城寺の工場院客殿や、観学院客殿などに残る。書院作りの初期の移行で、殿も作りと言われることもある。御城寺の工場院客殿、観学院客殿には短くはなってはいるが、 注文廊がある。そしてその面には二つの窓とその間に横連合窓。北側に目を移すと瞳で、その内側が民生寺になっている。この作りは神殿作り以来のものである。平安時代と少し違うところは注文廊の側から二つ目の窓の位置で短い注文廊から内側にずれて、そこから入ると中は苦行座である。 その最も上位の入り口の上は東派風になっている。この状態への神殿作りの段階的な変化は鎌倉時代の絵巻にも見られる。神座の間の北には、ここでは南度構えと呼ばれているが、頂戴構えがある。昭和25年に島田武彦が神殿作りの固定された障子町を装飾化したものが書院作りの頂戴構えであるという説を発表しており、 現在では、それが定説となっている。書院作りというと誰もが思い浮かべるのが、床の間と違い棚、そして、不書院だが、違い棚は、大陸都来の図紙が、神殿作りの時代に寿だ棚、二階棚、三階棚などに変化し、それが中世に、動物の陶磁器などを展示などに使われ、ついに作り付けになったものである。床の間のわれは、若干複雑だが、 その起源の一つである押し板は、中世の会所などにおいて、中国伝来の掛け軸を三の、四のと掛けて展示するところの前に三具足などを置く、スペースである。それらが、桃山時代に、石鹸の間を相互にする装置として様式化される。不書院に、書院の名がついたのは先日の通り後からである。そしてそれらも、動物の展示スペースからそれ自体が、 金碧の多彩な座敷飾りとなった。それが、江戸時代中期に、武士階級全般から昇華にまで広まるに及んで、幕府は度重なる倹約令を出す。そうして豪華絢爛な室内装飾が、月夜風の流行とも、相まってシンプルな形に変化したものが、現在一般にイメージされる書院作りである。半減とは一軒の半分。 例えば四条半は1.5件四方なので半減を使っていることになる。かつての神殿作りでは柱間寸法が異なることはあっても半減はなかった。例えば皇后は皇后偶職、皇太子は東宮坊などの家政機構を天皇とは別に持つ。上皇、女院も院長などの家政機構を持つ。これは皇族だけではなく、例えば鎌倉時代にも執権、 北条貞時との母は、独立した公文社などの家政機構を持っている。南北宗のこと。川上三次、新帝、日本中世住宅の研究の、十学院冊し図より作図。初期書院作りの代表例である、江戸時代初期の木割り書、き、照明掲載のとのもの図でも、この位置は、苦行館と書かれる。原田隆二2三。 P285 の創実時の屋根修理時の画像が分かりやすい。原田隆氏はそれを大蛇のような自然の曲がり木が巧みに使われていると述べる。のみを叩き込んで木材を割り、金で荒らし上げをし、さらにやるがんなで表面を仕上げる様が描かれている。のこぎりは画面上で船ひじきの加工に用いている。ここでは邸宅の範囲を規模分けしており、藤田明治の言う。 仮想住宅は含まない。ここでの小規模邸宅とは、藤田の湯、中層住宅、川上三つの湯、略式神殿のレベルである。また、大規模、中規模、小規模とは説明の都合上のアバウトなものであり、この時代の各、屋敷がどこに分類されるかを厳密に考えられるほど、詳細な情報はない。苦行で2位中納言、藤原邸家の京国の屋敷は、 大は愚かに灯籠も、初期には注文籠さえなかったが、この源の正美は内大臣になる前は、右大将で15年も前から正二位である。直後に、官員が建造されたが、石棺家の儀式用神殿作りというよりも、代理として利用されているのでここでは除外する。長のつかない方一丁級とはしたが、川上三つ具は三常防門殿を、方一丁。 室町殿を東西一町、南北一町半、内市二町としている。全体では一町より広いかもしれないが、上記三エリアの一つとしての神殿作り部分は一町、未満である。ただし八の広さは、格式や豪華さの一つのファクターであるが、八の広さだけで決まるものではない。例えば下宝二年の三位、十四位下尾恵高中処分上案は一町の八を四人の五二一 四つ相続させるものだが、神殿は、板吹五軒四面根や、東北二面雄孫五ごびしと板武器である。その他、あずまでは、か禄元年十二月二十日城の移りと、か禄二年正月一日城、正華二年正月一日城、文王二年正月一日城などに分からの、新十儀礼がある。論文の場合、著者名の後の年は、論文の書質の年、 ページ数は参照した収録書籍のもの。論文の並びは著者別書出と市順で収録書籍の発行年とは異なる場合がある。ありがとうございます。